皆さん、おはこんばんにちは、みさみさです。さて、今回はこちら、謎の工場で人形を検品するホラーゲーム、ドールメアをね、やっていこうと思います。このゲームのね、開発者の方たちのね、小話によるとですね、まあ、ホラーゲームの開発者ではあるらしいんですけれども、なんかね、他のホラーゲームは怖くてプレイできないということで、まあ、突然びっくりさせる、驚かせるような音だったりとか、まあ、飛びかかってきたりとかのね、そういったものをなるべく排除して、その追われる恐怖演出等々は排除しつつ、こうね、雰囲気と言いますか、こう演出でね、この雰囲気で怖がらせてくるという、まさに、私個人的にも大好物な、ジャンルのね、ホラーゲームということで、早速やっていきましょうか。明るさを調整してください。これね、多分、どうしても画面上だとね、暗く見えちゃうから、こういうホラーゲーってね、意外と明るくした方がね、いいんですよね。暗いと見えないからね。ということで、マックスでいくか。このゲームではプレイするたびに少しずつ異なる体験が得られます。ゲーム内の多くのイベントはスクリプト化されていないため、遭遇するものはあなたにとってだけの特別なものです。そうなんかね、毎回ね、これ変わるらしいんですよ。ランダムらしいですね。演出とかがね。モンスターに追いかけることはありません。これですね。で、何かが叫んだり、顔に飛びかかってくることもありません。それでも、ホラーゲームです。怖がる準備をしてください。仕事を始める準備はできましたか？作業開始。うわぁ、マジで楽しみ。家賃や、光熱費が溜まり、古いおもちゃ工場でアルバイトを始めた。その工場についての怪しい噂をする人もいるが、気にしない。お金が必要なんだ。今日は初日だ。中に何が待っているのか想像もつかなかった。はあ、第一日目。うわぁ、この雰囲気よ、これ。これさ、めちゃくちゃ、もう、これ、怖いね。これさ、独房とかじゃないよね。これ、後ろはどうなってるんだろう？後ろ見れる？あ、後ろエレベーターっぽいですね。あ、いや、扉か。うん、びっくりした。うん。入るには、緑のこれか、ボタンを押して入ってこいと。はーい。じゃあ、入りましょうか。時間を無駄にする暇はない。ロッカールームに行って制服を着てこい。うん。あった、ロッカールーム。オッケー？うわぁ。もう、この雰囲気からして怖えよ。ちょっといろいろチェックしよっか。これ、電気つけれる？あれ？なんか違うね。お、これなんだ？え？なにこれ？何一つとして英語が読めねえ。でもあれかな、前の従業員さんかな、なんか最優秀従業員みたいなやつ。ロック済み、ロック済み。あー、これか。あ、これわかりやすいっすね。光ってるからさ。オッケー。C の、いや、番号一緒だな。はい。じゃあ制服着ましょう。これでいいのかな？あ、オッケーだって。急いで作業場に行け。お、ちょっと待って、水、ウォーターサーバーあるじゃん。あれ、水飲みたい。水飲めないのか。残念だな。ここ何？やば。まあでも早く行かないと怒られそうだね。あー、うん、あー、うん、オッケー。あー、ここが職場っていうか作業場っぽいですね。あ、じゃあ入りましょう。ちょっと一応電気をまたチェックしとくか。うわ、暗くなる。これ絶対落とさないようにしとかんとやばそうだな。え？どう言ったらいいんだ？しこ。これか？拾う。右ボタン。品質管理手順。左側のコンベアから人形を取ります。慎重に検査してください。人形がチェックに合格した場合、承認コンベアに置きます。人形に問題がある場合、すぐに廃棄シュートに投げ入れてください。
あ、うん。なるほど。これは？プリンターか。おう。君の仕事は全ての人形の品質をチェックすることだ。検査に合格したらコンベヤーの中に。かけて、不良品はコミ箱か。シフトを開始するには緑のボタンを押して、君が前のやつのように惨めに失敗しないことを願う。あ、消えちゃった。なんそれ、どういう意味？意味ありげ。あれは？リペラル。あ、入るね。もういっか、じゃあ、あ、これかな？ラスト、シュート？英語が読めないんですよね。でもなんか、ラストっぽいね。で、これは？ポスター、ロックなんたらかんたらって書いてあって、ここら辺も翻訳してほしかったな。読めないな。これか。ここに流せよって話か。オッケー。じゃあちょっと早速仕事に取り掛かろっか。はい。いやー、来たー。ちょ、待って、めっちゃ可愛い。これしゃがめる？あ、しゃがめるわ。待って、めちゃくちゃ可愛いんだけど。うわ、可愛い。これね、でも多分人形が苦手な人、人形が恐怖対象の人からしたら超怖いんだろうね。オッケー、これで持って、で、右で、マウスでね、右ボタン、右クリックしながらマウスとこうやってね、チェックできますね。え、なんか別見た感じ何も問題なさそうだけど。うん、何も問題なくない？あ、じゃあこれをこっちに置けばいいのか。はい。バイバイ。え、これで合ってる？合ってる？でもなんか、大丈夫そうだね。え、今、あ、いや、来た。あ、来た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 。もうこれはもう持たなくてもわかる。あー、片目がない。もったいね。え、これさ、まあ、一回手に取ってみるか。え、これさ、ちょっとね、ちゃんと中もチェックしておいて。え、これさ、目ん玉入れてあげるだけで、ドールは入れるだけで完成するじゃん。え、これ別に不良品、まあ、不良品か。じゃ、これは、こうダストに入れればいいのか。はい、行き。あ、オッケー。この緑色のランプがついたら正解らしいですね。あ、オッケーオッケー、なんだ。これをね、やっていけばいいだけっちゃ話か。おー、じゃあサクサクちょっと進めていこっか。ちょ、待って、めちゃくちゃマジで可愛いんだけど。え、だってこれ普通に欲しいわ。いやー、めっちゃ飾りてー。部屋のさ、スペースというかさ、あ、待って、これダメじゃん。服がほつれてるな。これも服だけ着替えさせれば、問題ない気がするけどな。入れるか。じゃあな。あ、部屋がね、ちょっと待って。一つ言い忘れるところだった。この工場では特別なプロトコルがいくつかあって、慎重に従う必要があるんだ。プロトコルの一つは常に全てのドアを閉めておくことだ。何それ。あ、そうね。扉は閉めましたね。意味ありげなこと言わないでほしいな。部屋がさ、広かったらさ、部屋にね、ぬいぐるみ、一式飾りたい、ぬいぐるみっていうか、こういうね、ドールとかね、普通に置きたいんですけどね。まあ、そんなスペースはないんでね。え、これは、あ、でも、紙、大丈夫そうかな？意外と、ちょっと待って、意外と操作がむずい。なんか、パッと目別に負傷してるところはなさそう。これは、大丈夫やろ？はい。じゃあなぁ。オッケー。オッケーだったらしい。はい。どんどん行こう、どんどん行こう。あ、似たような子だ。あ、この子も別に問題ないんじゃない？もうなんかちょっと雑になってきたぞ。あ、もう別に何も欠けてないし。あ、大丈夫そうかな。あ、大丈夫だね。はい。じゃあなー。オッケー。いい感じですね。うおー。あからさまにやべえの来たな。え、これはこれででも完成してるんじゃないの？え、これ。なになになんだ？
あ、気のせいか。え？こういうドールじゃないの？こういうテイストのドールとかじゃないの？これちゃうの？これどっちだ？ちょっと待って、本当にわかんねえ。これどっち？これ、待って、置けるんだけど。あはははは、かわいい。これ置いたままでさ、次。あ、だめだ、できねえ。かわいい。待って待って、かわいいな。これダメなのかな？どっちだろう？でもまあ、ダメだ。あ、ダメだろうな、多分な。あ、やっぱダメなんだ。オッケー。よし。うわ、また、めちゃくちゃ可愛い子が出てきたなぁ。可愛い。やべぇ。いや、人形めちゃくちゃ好きなんだよね。あのね、人形はですね、自分でも、ドールをね、作ったりすることがあるので、なんか今落としなかった。いや、やっぱ勝手に開いてるぞ、これ。なんでだ？誰かいるのか？誰もいねえな。暗いな、ここら辺。懐中電灯欲しいな。あ、誰もいない。OK。普通にね、自分でドール作ったりとかもする趣味をね、持ってるのでね、もうめちゃくちゃね、人形、こういう感じのね、アンティークドールとかもそうですね。好きなんですよね。これもダメだね。服が破損してる。OK。いや、これ楽だな。待って、この仕事普通にやりたいわ。普通にこの仕事めっちゃ楽しいわ。音楽とか聴きながらやっていいんだったら全然、普通にずっとこの仕事やってられるわ。この子大丈夫やろ。行ってこい。ちょっとごめん、レールギリギリに置いてしまった。ちゃんと真ん中に置いてやろうかな。あー、これは、そうね、ダメだね。ちょっと多分凹んでるかな。頭がね。かわいそうに。はい。ということで、もうね、黙々と仕事して、黙々と仕事していきましょう。左腕と、左目が足りてないね。はいはいはい。この子はこっち行きですね。ダスト行きですね。あら。多分ダストの扉とか、押せない？なんで？おー、びっくりした！びっくりした！どうした？お前さっき多分捨てたやつだよな。どうした？どうした？なんか言いたいことあるんか？なんか変わった？さっきと。別のも変わってない？うーん。痛いのか、ここに。あ、置いとくよ。あ、ダメだ。この子を多分どうにかしないと仕事できねえわ。もう一回じゃあこの中入れなきゃダメ？ごめんな。あ、OK ですね。はい、やっていこう。何の話してたっけ？何の話してたか忘れちゃった。この子は大丈夫そうかな。あ、大丈夫だね。ちゃんと真ん中に置いてあげよう。あ、知っておいて。オッケー。おー。ちょっとかっこいいかも。この子も別に問題なさそうだけどな。あ、大丈夫でしょ。よし、君も行っておいで。OK だね。今んとこさ、ノーミスじゃないっすか？いい感じじゃない？あ、待って、黒髪の子出てきたんだけど。おー！あ、待って、この子結構、この子もまたいいね。好きだよ。ちょっと顔がなぁ。今大丈夫やろ、行っておいで。嘘！なんかダメだった。ちょっと怒られた。指かけてたらしい。嘘やん。マジで指かけてたの？指の骨折だって。マジかよ。
え、てかこれいらなくね？私いる？これ。判定。なんか音がしたの。え、これさ、だから何の音だ。判定してくれるんだったら私の作業これいらなくね。おお、びっくりした。ジェネレーターが停止した。非常灯を打って廊下に、あー、下に、なんか、んだらかんだら、ちょっと読めなかった。この非常灯ね。はいはいはい、これね、これを、で、どこだ、こっちか。電源をもう一回入れてこいって言われたね。ちょっと、人形いるな。おー、これどっちだ。あー、ここかな。まあ、ここだと思うけど、さっきの子どこ行った。うわ、な、汚ね、ここ。待って、ここめっちゃ汚ね。オイルまみれじゃん。オイルだよな。オイルだよな、これ。これ血とかじゃねえよな。オイルだよな。待って。なんか声が聞こえる。あ、ダメだ。ドアロックされてる。え、助けて。発電機。出口。あー、発電機こっち側らしい。あー、そうだね。オイルというか水漏れしてるだけか。暗いんだよな。ほぼ何も見えねえ。ドアはロックされています。あ。あった。え、行き止まりだよね。いや、暗すぎてさ、見えないんすよ。あー、暗い。え、待って、これ血じゃん。いや、血か？血っぽいけど、血に見えるだけか？サビかな？待って、なんかさ、今なんか足音したんだけど、気のせい？タタタタタタって言ったよ。これか。まあ、とりあえず直すか。今ね、笑い声が聞こえた気がする。子供の笑い声。あ？なんだ？あ、扉閉められた。ちょっとこれ音量さ、もうちょい上げるか。よし、ちょっと出るか。やっとか、一体何、あ、でも今日の仕事はもういいって。怒ったことについてはあまり深く考えるな。でもなんかめっちゃ怒られたんだけど。やっとかって言われたんだけど。やっとあの発電機直してきたんか、お前、みたいな。遅すぎるやろ、みたいな。あー、仮面も落ちてる！どうやって取る？オッケー。メモ拾った。何何？人形の仕分けに加えて機械の整備も頼まれている。それらは勝手に故障してしまい、故障の頻度が妙に多いんだ。照明、コンベア、発電機、それらを修理しなければならない。K。ほー、なるほどね。これ K さんのメモっていうか、前の従業員のメモかな。ちなみにあの結婚みたいなやつ、消えてるんだよな。あ、いや、帰ろ。あ、今日の仕事終わりだって、ラッキー。ここって開かないのか？上段ボールか。なんもねえな。帰宅すればいいらしい。けど、ちょっと待ってね。これメモ帳さ、メモ置いていっとこうかな。ここに置い、あ、オッケー、置けるね。よし。あ、そうだ、そしてなんか扉閉めろって言われてたよね。扉閉めてから帰ろう。ロッカールームって私開けっぱなできたっけ？開けっぱなか。あれ？あれ？え、これ制服着たまま帰る？マジかよ。わかったよ。じゃあ制服着たまま帰りますわ。お疲れ様でした。あ、マジさ、新人にさ、場所の説明とかもしてないのにさ、死んだら死んじゃねえよとか言われてもさ、場所教えろよって話だよな。はい。帰りましょう。これででも OK なんだ。お！生産レポートだって。何これ。第1日目。
あ、すげえ、あれか。おお、十分だな。だから感心しているとは思うな。改善の余地は常にある。発見されたメモの数がなんか4分の1って見えた気がする。え、待って、なにこれ？お金もちゃんともらえるんだ。なにこれ？スピナー？サボテン？なにこれ？卓上本？パズルトイ？なにこれ？モチベーターって何？モチベーターってマジでなんすか？ジャックオーランタン。ちょっとめっちゃ気になるじゃん。うわぁ、無駄遣いでもできる。まだ金残高じゃねえな。ちょ、次の日行こっか。ぐっとこらえよ。工場での初日が終わったばかりだ。この場所には何か奇妙なものがあるけれど、それが何かははっきりわからない。少なくとも給料はもらえた。確かに。明日は良くなると自分に言い聞かせているが、心の奥底では、もう確信が持てない。え、ちょっと待って、なんか別にそんな怖い思いまだしてないんだけど。むしろなんかめっちゃ楽しい。どうしよう、めちゃくちゃ楽しいんだけど。うわぁ、来たね。シフトを開始する。もう二日目はね、慣れたもんよ。おはようございます。急げ、新人、今日はたくさんの仕事があるぞ。お、マジっすか？ってことは金もそんだけもらえる感じっすかね。お金もらえますかね。あ、ユーティリティールームによってバケツを送ってこい。作業所の天井が少し漏れている。どういうこと？ユーティリティールーム、これか。おん？奥にも入れるってことか。あそこか。オッケーオッケーオッケー。あ、で、制服はもう着たままなんだね。持ち帰りシステムか。え？待って、こっちのロッカーも開けれる。別に何もでもないな。はいはいはい。バケツね。バケツ、バケツ、バケツ。なんか音がめっちゃするんだよね。なんだろう。どっかを。おーおーおお、びっくりした。誰だよ、こんなところにこれ。大切なパーツ落として。あれ、やべ。拾ったはいいけど。ちょっと待って、拾ったはいいけど。あ、これか。オッケーオッケー。バケツね。はい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 。誰だよ、ほんと、あんなところにさ、パーツをさ、もったいねえな、ほんと。OK、作業所。作業場でなんか漏れてるとか言ってたよね。どこだろう。ん？漏れの下、ああ、あったあった、これか。ああ、ほんとだ、水が漏れてる。はい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 、オッケーオッケーオッケー。ここね。あ、いけた？入ってる？入ってる？え、ま、たぶん入ってると思うんだけどさ。オッケー。ああ、ちょ、待って、置いてたメモが消えてる。マジかよ、メモ消えちゃった。なんだ？人形を改良して、今でも音声抜からパンタラ、それが糸テーリン通りするか、詳細のルールを確認しろ。音声機能をつけたみたいなこと言ってたね。人形に音声機能をつけた。あれか、よくある喋る人形ってやつか。進化したんだ。あ、あったあった。これか、マニュアル。マニュアル見ましょうか。音声機能手順。人形を傾け、元の、直立位置に戻して、音声機能を、作動させます。人形が不適切な発言をしていないか確認してください。どうしよう。不適切な発言かどうかのジャッジが分からん気がするんだけど、いけるかな？まあ、じゃあ、とりあえず仕事始めましょうか。今日も京都で仕事をやっていこう。で、これで？傾ける。こういうこと？あ！あ！かわいい！喋ってる喋ってる。で、あ、全然変なこと喋んないからこれでいいんじゃない？普通破損もしてないし。オッケー？じゃあ、行ってこい。どうだ？あ、オッケーだって。さあ、じゃあ本日2日目か。黙々と作業していきましょうか。おー、これまた結構。あ？ナイフは安全で楽しいおもちゃ。あ、これ多分ダメだな。この子多分ダメっぽいな。どうだ？あー、やっぱそうだね。あれ多分ね、よろしくないセリフだよね。さあ、この子は？ん？なんだ？
とても良かった。あ、これはダメだね。これは壊れてる。あ、そうそう。指の本数もチェックしとかないとね。オッケー。え、この子はこの子で普通に好きだけどな。めっちゃ動くやん。めっちゃつぶらな瞳でこっち見てくるやん。ごめんな。はい。あ、なんだ。ん？特別なタイプの人形のカスタムリクエストがある。右のテーブルに全ての指示と注文が置いてあるぞ。完了した注文ごとに給料が大幅に増えるから失敗するな。マジっすか？お、やっと頑張るわ。金もらえる。あ、手順書とかある。はいはい。注文番号ね。これ、まず読むか。